皆さんこんばんは。 CRO の内田智也です。本日の進行を務めさせていただきます。よろしくお願いします。クラブメンバーの皆さん、まず顔を出せる方は出していただいてもいいですか？可能であればで大丈夫なので。ありがとうございます。顔を見て一緒に交流できたらなと思うので、よろしくお願いします。本日のオンラインイベントに参加いただいてありがとうございます。早速もう3選手入られたので、それぞれまずじゃあ自己紹介からお願いしてもいいですか？ 6 からいこうか、じゃあ。はい、こんばんは。6単位児です。今日は、こうやってマスクを取ってサポーターの方と話すのが多分初めてなんで、なんかちょっと違和感があるんですけど、短い時間ですけど、みんなとなんか喋れたらいいなと思ってます。よろしくお願いします。よくありがとうございます。じゃあ次達也行こうか。こんばんは。川崎フロンターレから移籍してきた長谷川達也です。横浜 FC に来て初めてのファンの人たちとの交流なので楽しみにしてます。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあかっちゃんお願いします。あ、こんにちは、岩崎克也です。ちょっとズームで緊張してますけど、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあまあキャンプここまで来ましたけど、3選手どうですか、それぞれコンディションだったり手応えだったり。ロクちゃんどうですか？そうですね、まあチーム練習も結構こうフィジカルで走ってっていうよりはこう対人練習だったり試合をやりながらフィジカルを上げていくことが多いので、フィールドの選手はものすごく大変だなと思う反面、フィールドの選手が休みの次の日に必ずキーパーのフィジカルがやってくるので、今日がちょっとフィールドの選手きつそうだったんで、明日はちょっとゴールキーパーの番だなと思って今もう震えてます。アダウトさんはトレーニング厳しい？そうですね、結構追い込む日はもう本当にこう今チームで疲労度を1から10段階でつけるんですけど、こうやってる時はもう絶対もう10以上のやつをつけてやろうって思うんですけど、まあホテルに帰ったらまあどことなく落ち着いて、まあ今のところ10は超えずにやれてるんで、まあよく追い込まれてるのかなと思います。追い込みすぎないようにね、ロークは。はい、大丈夫です。ありがとう。はい、達也はどう？そうですね、まあ新しい監督のもと新しい戦術を落とし込む練習が多くて、まあ、ロクさんも言いましたけど素走りみたいのはないので、うん、そういった部分では、うん、その戦術理解を深めながら、まあ、フィジカル的にもすごい追い込めてていいキャンプになってるなと、まあ、感じます。うん、あと、まあ、トレーニングマッチとかでも、まあ、自分たちがやりたいサッカーだったりとか、まあ、そういったものを表現できている試合と、まあ、なかなか表現できない試合っていうのがちゃんとあって、そういった課題にもなんだろうちゃんと練習を通して向き合えているので、まあ、そういった意味ではそのうまくいくことだけじゃなくていかないこともちゃんとみんなで話し合いながら進んでいってるキャンプだっていう印象があります。うん、こう初めての移籍だよね。はい、どう、緊張した？いや、緊張は全くしなくてワクワクの方が大きくて、うん、まあ、実際にみんないい人たちが多いですし、うん、まあ、先輩後輩含めてすごい明るい人たちが多いので助かってます。うん、ああよかった、ありがとう。はい、かっちゃんは？そうですね、まあサッカーはまあみんな言ってくれたんで、うん、その通りなんですけど、まあ達也くんはじめ、まあみんな新加入がやっぱりいいキャラだったり面白い優しい人たちばっかりなんで、うん、やっぱそれは新しい風が去年とはまた違った新しい風が吹いてるんで楽しみですね。うん、どんどん引き出していきたいですこれから。頼むね。任せてください。前振りがすごいな。
で、この3人はもともと知り合いだったの？達也くんとは、まあ、試合でいつもマッチアップしてたんで、うん、まあ、いつも試合中話してたって感じですね。あとはまあ大学の先輩ではあるんで。うん。そっかそっか。ちなみにさ、ホテルで一人部屋だからさ、時間あると思うんだけど、何して過ごしてる？ロックさん、どうですか？いやいや、上竹の使い方教えてあげなさい、皆さん。岩竹の時間の過ごし方すごいっすよ。で最後の方がいいのかな、竹は。いやもうこれもう一もう一人だけでいいっす答え。もうほぼみんなありきな多分ね、こうもう部屋から出れないんでとか、うん、ね、なんか動画サイト見てますとかっていうのだと思うんですけど。うん、もう岩竹はすごいんで本当。何がすごいんですか、やめてください。今日の昼休み3時間ぐらい何してた？寝てましたね。3時間寝れるんですよ。すごいね、3時間寝れるってね。いや気持ちよく気づいたら寝てましたね、3時間。やっぱでも今疲労がピークだしね、それぐらい寝ちゃうのかな。どうなんですかね、みんな気になりますね。達也とかは何してるの、部屋で。いや俺はもうありきたりっすよ。まあでも、うん、なんかサウナの良さにロクさんとタケのおかげで気づいたんで、うん、結構夜はサウナに入って水風呂に入ってっていうのを2セットぐらい繰り返して戻っ、うん、なんか部屋に戻るとぐっすり寝れるみたいなのがあるので、まあ、楽しみは結構温泉ですかね。 まあ、あと家族とテレビ電話するっていう感じですかね、うん、この3人はサウナ部でいい？いや俺は違いますよ。違う。はい、2人はもう上級者です。うん、やっぱロックが一番すごいのかな、サウナ。いや、このチームだと公平じゃないですかね。あ、そうなんだ。はい、公平がすごいですね。結構行ってるのかな。いや、行ってはないと思うんですけど。行ってないんだ。はい、今この、まあ、コロナじゃなかったら多分どこそこ行ってるんですけど、あ、ね、うん、今こういう状況なんでなかなかサウナも行けなくて、うん、そのなんかサウナに行った気分にさせてくれるんですよね、浩平は。プレゼンしてくれるんですよ。なんかこういうサウナありましたみたいな。調べてんのかな、じゃあ。はい、もうめちゃくちゃなんか行きたいけど行けないみたいな感じで調べて、うんうん、いやもう本当コロナ終わったらここ行きたいっすねっていうのをめっちゃ言ってくれて、いやこの前群馬にこんなとこありましたよとか、千葉にこんなとこありますよとかっていうのをめっちゃ教えてくれるんですよね。ああそうなんだ。ああだからもうあいつはすごいですね。うん、そっかそっか。はい、でもう一個だけ僕から聞くけど、遠征やキャンプに持っていくものってありますか？誰から聞いた方がいいんだ。達也から。俺は、うん、まあ、洗顔とか、うん、化粧水とか。女子やん。当たり前やないですか。ただツヤツヤだもん。いや、なんか、新大久保で韓国の美容の、なんか、シカってあるんですよ。シカマスクみたいな。うん、なんか、シカっていうブランドがあって、そこの化粧水つけてから、めっちゃ調子いいんで。うん、俺はもう、全てのセットを持ち歩いてます。それは欠かさず持ってくってことね。それはもう欠かさず持ってこうかなと思ってます。そっか。はい。かっちゃんは？かっちゃん。俺はホットアイマスクと。女子だね、やっぱね。女子力高いですね。あと、バスボムとか。入浴剤。ああ、入浴剤ね。でも温泉あるもんね、大体に。そうですね。でもまあ、編成寝る前にちょっと入ったりするのに、最後入れてって感じですね。うん。そっか。そうですね。結構部屋で乾燥しないように、湯船を溜めて、うん、こう寝る選手多いんですよ。ああ、なるほどね。これを多分、竹なんかは、ちょっとアロマ的に匂いがいいやつにしてると思いますね。彼がね。ちょっとおしゃれにするんですか。多分じゃないですか。入らないんだ。すごい使い方するね。
やっぱホテル乾燥するんで。うん。はい。あ、ロックはちなみに。僕、そういうの、なんか美容系で言ったら、うん。お水っすね。お水ね。はい。お水を結構こだわったやつを持ち歩いてますね。こだわりのなんか、まあ、ブランドがあるってことかな。あ、いや、今ハマってるのはある、ありますね。ああ。はい。それをいつも持ち歩いて。そうですね、いつも持ち歩いて。はい、今もここにあります。見せたね。はい、もうすぐ、すぐここにあったんで。それは遠征とか持ってって、ね。そうですね、キャンプ地にもこれ送ってましたね、先に。うん。その水である理由は何かこだわりみたい。いや、なんかすごく口当たりが良くて、うん、はい、まあ純粋に栄養素も多いんですけど、うん、こうなんか みんな見てもらったら分かる。よく見てください、みんな見ました、皆さん、これ持ってたらかっこよくないですか。そこどこなの。いや、けどちょっとまあそれもありますけど、パッケージめっちゃ可愛いし、ちょっといい感じなんで、まあまあまあ、そうだよ、おしゃれだね、飲んでて、はい、飲み心地もいいんで、うん、はい、なんかやっぱりお水減っちゃうと結構怪我しちゃったりするんで、筋肉系とか。あ、確かに水分ね、はい、そうですね、で、まあ、サウナも入るんでやっぱり水分は大切っていうところで、うん、はい、皆さん心の中に収めてください。何のアドバイス。違いない。ありがとうございます。じゃあここからはクラブメンバーの皆さんからちょっと直接質問を受け付けたいなと思うんですけど、とリアクションのところで手を挙げるっていうボタンがあるので、そこで手を挙げていただいて、ご質問ある方は手を挙げていただき、あ、沢野さんでいきますか。お願いします。こんばんは。こんばんは。こんばんは。玉子と申します。質問を一つ。四方田監督の印象と、あ、二つになるのかな。監督から何か言われたことが、こんなこと期待してますとか言われたことがあれば教えてください。じゃあ、6からいきますか。はい。はい、まあ、四方さんの印象は、なんかこう、札幌のチームの雰囲気っていうか、こう、ちょっと、なんか柔らかいイメージが札幌の選手だったりスタッフだったりっていうのはもともとあったので、そういったイメージはこうよもさんは持ってるのかなと、こう今一緒に接してみて思ってます。で、まあサッカーのところはやはりこう、まあビルドアップだったりとか、こうさっき達也も言ってたみたいに、結構やったことがないような戦い方で、みんなこう最初は四苦八苦練習からしてたんですけど、まあ練習にも慣れてきて、でそれが今こうトレーニングマッチでうまく出たり出なかったりっていうところをこう繰り返しているので、まあそういったところでこうチームがぶれないようにやっていくところを、まあ一緒に考えてくれっていうのは、こう選手個人個人監督と一人一人ミーティングしたときにこう話しました。達也は、よもさんはあの順天堂大学の先輩ということで、ああそっか、はい、もうなんかとにかく優しいなっていう印象がもう自分の中ではあります。まあ、あとはサッカーで言ったらちゃんと戦術があって、そういったその戦術のもとこう動いてほしいみたいなところをちゃんと伝えてくれるような監督だなと思っています。でよもさんに言われたのは、まあ自分は川崎でタイトルを何回か取ったことがあるので、まあ、そういったところのエッセンスだったり、まあ、そこで得た経験などをチームに還元してほしいみたいなことは言われたので、そこは意識してやっていきたいなと思っています。はい、あっちゃん。そうですね、まあなん、そうですね、人がいいが、まあ、一番最初に出るって感じで、まあなんか話してたりしてても、他の人との会話を聞いてたりしてても、まあなんか優しかったり、まああといろんな人を見てるなっていうか、まあいろんな選手だったりいろんな人の特徴だったりっていうのをよく見てるなっていう印象ですね。うん、
で、まあ、求められることはやっぱ攻撃的なサッカーなんで、まあ、ビルドアップだったり立ち位置だったりっていうのもあるんですけど、まあ、その分そこでの守備のリスク管理だったり1対1だったりっていうのは求められますね、うん、はい、以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。続いてじゃあミル兄さん、いいですか、ね、すいません、はい、匿名で申し訳ないです。あの、お三名とも本当ありがとうございます。あの毎日VTR でいろいろと皆さんのキャラクターが見えて大変楽しみにしております。あの3人ちょっと共通するところからすると、あの結構あのお三方とも SNS、Twitter とかをちゃんと更新をされてる選手だなと思ってまして、あの意外となんていうんですかね、発信だけじゃなくてサポーターのツイートとか見ちゃったりしますかねっていうことを一個ちょっと聞きたいのと、もう一つがあの皆さんあの移籍されてきたってところがありますので、あの横浜 FC のこのサポーターとの印象とか、あとやっぱこの三ツ沢というこのスタジアムの印象とかイメージとかがあれば、あの2つちょっとお伺いできればと思います。じゃあこれはかっちゃんから行く？俺から行きましょうか。3つですよね。はい。まず何でしたっけ？すいません。あの、そうなるよね。そうですね。ツイッターとかってちょっと見ちゃいますかっていう。ああ、はいはい。はい。サポーターとスタジアムの印象ですね。はい。そうですね。サポーターさんからの結構見ますね。あ、そうなんですね。まあ、エゴサするまではないですけど、その自分のツイートだったり、はい、うん、そのインスタとかに来たのはやっぱ見てますね。ありがとうございます。でやっぱサポーターの印象としてもまあ温かいっていうか、どんな時もまあ拍手で迎えてくださったり、うん、まあその一周する時にまあ三ツ沢の良さでもあるんですけど、近いっていうのがあるんで、うんうん、一人一人のやっぱり表情だったりその感情だったりっていうのがまあ近くで感じることができるんで、まあそういった意味でやっぱりあそこのスタジアムは素晴らしいですし、そこでやっぱり素晴らしいサポーターの方々とできることは嬉しいですね。ありがとうございます。じゃ次6いく？はい、そうですね。SNS はそうですね、自分のやっぱり書いたやつとかのコメントとか、まあそれで、まあ、Twitter だったら引用してもらったりとかっていう部分はやっぱり目に入るかなとは思います。はい。で、まあ、三ツ沢の印象なんですけど、まあ、三ツ沢っていうか、まあ、試合をしてみて思ったことを、まあ、さっき、こう、質問もらったときに、もう一言目に出てきたのが、やっぱり、ちょっと残念だなっていう。僕がやっぱり加入して、こう、しっかりとした満員のサポーターでやれた試合っていうのが、やっぱりないんで、うんうん、そういったことを含めるとまだ知らないじゃないかなと、うんうんうん、なので本当に早くこうもう今年3年目なんですけど早くこうね一緒にピッチでもこうねスタンドでも一緒に戦ってるっていうような試合を行えるようにこうこの世の中がなってくれたら、もっとこう三ツ沢の良さだったり横浜 FC のサポーターの良さだったりっていうのがこう体に染みてくるのかなと思って、それがそういう意味で残念っていうのが一つ目に浮かんだ言葉でした。なのでまたこれからも楽しみにして、まあ僕らはねもちろんサッカーで返していかないといけないんで、まあそれも早くサポーターの方と一緒にねこう歓喜がいっぱい作れるような世の中になってほしいなと思います。ありがとうございます。達也。はい、まあ、僕も SNS とかのコメントとかだったり DM とかは割とほぼ目を通すタイプです。うん、三ツ沢の印象はまあその選手と観客の距離が近いので、なんかすごいなんかまあ、自分はずっと川崎の方でやってたので、まあ、川崎と横浜市が試合するときも、ああ、いいグラウンドだな、いいスタジアムだなって思ったのが、まあ、第一印象ですね。で、サポーターの方の印象は、まあ、さっきロクさんも言いましたけど、まあ、コロナの関係で、まあ、なかなか満員にならないスタジアムだったりとか、まあ、声を出せないとか、そういったところも、
まあ、多くあるので、そういった意味ではまだ把握しきれてないなっていう印象があります。うん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続いてはマスターさんいけますか。はい、こんにちは、マスターです。こんにちは。こんにちは。あ、ウッチーさん、いつもビデオありがとうございます。YouTube のビデオ。いつも楽しみにしております。松本さんが作ってくれてます。あ、松本さんが。あのビデオ見てて、すごかったのが、あの何、レーン、すごい細いレーンで、3、40センチくらいのレーンですかね。そこに水撒いて、すごい高速パスをパッと止めて、パッと返すと。長谷川選手がやられてたと思うんですけれども、あれ見てプロってすごいなと思ったんですよね。で、まあ、長谷川選手、川崎から来ていただいて、まあ、ちょっと質問なんですけれども、ここだけの話、川崎の強さ、教えてもらえますか。ここだけ、みんな口固いんで、誰も言いませんね。はい、まず1点目です、これが。はい、もう1点、後で。はい、そうですね、まあ、川崎の強さって言われると、まあ、具体的に何がこれだみたいなものがものはちょっとわからないんですけど、まあ、でも一つ言えるのは、その若手もベテランの選手もみんな意識が高くて、まあ、とにかくその練習後自主練もめちゃくちゃしてますし、練習終わった後も筋トレとか、まあ、自分の体のコンディションに使う時間とかがすごい多いなっていう印象があって、なんか、まあ、ずっと自分は川崎にしかいなかったので、それが当たり前だとばかり思っていたんですけど、まあ、そういったその個人個人が少しでも今より成長しようって思うその気持ち、その行動がなんか川崎をすごい支えてるなっていうのがあって、まあ、よくその、まあ、サッカーのその戦術的なところばかりフォーカスされたりとか、うまいとかっていうのを言われますけど、やっぱりハードワークも人あのどこのチームよりもしてますし、負けたくないっていう気持ちを前面に出しますし、そういったなんか一人一人の意識の高さっていうのが今の川崎の強さを支えてるんじゃないかなと個人的には思ってます。うん、ありがとうございます。じゃあ横浜も川崎並みのなんか意識の強いチームになるかなと思ってるんですが、どうでしょうか。そうですね、まあ、そこはまあ自分も初めて来たチームなので、まあ、自分自身がそういった姿勢をしっかり見せるっていうのも大事ですし、まあ、新しいサッカーということで多分各々がみんないろんな課題を抱えていると思うので、そういった課題に取り組めるような環境をやっぱ選手自身がみんなが作り出していくっていうのがすごい大事だと思うので、まあ、自主練一つとっても筋トレ一つとってもその言動行動一つとってもやっぱそういった意識の高い集団になれるように自分もできる限りのことはしますし、まあ、そういった集団になれるとは思うので、まあ、そういったところを期待しながらも自分もその背中で見せたりとか行動でしっかり示してそういったチームになれるようなそのなれるようになっていきたいなと思ってます。ありがとうございます。すごく丁寧に説明していただいて、もう嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。あとすいません、ちょっと長くなって、もう一つ、これ皆さんに質問なんですけど、これ後ろの旗、G1 復帰っていう旗、もうオリジナルで売ってないんですけど、作ったんですけれども、皆さんなりの G1 復帰にかける思いとか、意気込みとか、覚悟とか、そういうのあったら、まあ、サウナ並みに熱く熱く語っていただければと思います。お願いします。誰から行きますか。岩田君から行きますか。はい、行きましょうか。そうですね、まあ、やっぱ自分はその J2 降格決まった試合に出てたり、そのやっぱり最後の苦しい残留争いの時とかにやっぱ戦ってて、やっぱりそのサポーターと一緒に喜べなかったことが本当に残念で、なんかやっぱり、まあそのここでこうしとけばよかった、ああしとけばよかったっていうやっぱ心残りはやっぱりあるので、やっぱそれはやっぱり J2 でここをやっとけばよかったっていうのはやっぱできる限りやっぱり減らしていって、まあこの横浜 SC さんのまあサポーターだったりスタッフとみんなで最後喜び合いたいっていうか、
まあ、絶対にまあ J1 にいるチームだと思うので、やっぱりそこを何としてでもやっぱり今シーズンで上がって、そしてまあ J1 でしっかり勝てるようなチーム作りをしていきたいなっていうふうに思います。はい、ありがとうございます。いや、チームサウナの六段さん、はい、すいません、お願いします。そうですね、まあ、僕も加入させてもらって3年目で、まあ、1年目も2年目も個人的にもチーム的にも納得いくような結果ではなかったので、そこに関してはやっぱり悔しさっていうのはものすごくあって、サッカー人生の中でも去年の1年っていうのが自分の中で一番こう苦しくて悔しくて過ごしたシーズンだったので、今年にかける思い、もうもちろん僕らはもうベテランでこうサッカーがやれる年数っていうのも決まってきてますし、まあ、その中でこう去年までで16年やってきた中で一番悔しかったっていう思いをやっぱり晴らすのはこの1年1年でしかないので、今年にかける思いっていうのはこうより強いものがありますし、こう一つ唯一言えるのはこうクラブは J1 のチームになろうとしているっていうこと、それに対してやっぱり選手が結果で答えるしかなくて、まあその結果が必ず出るっていうものではないんですけど、やっぱりクラブと選手がそこを目指してやっていく、でその中でやはりそう簡単にはいくのが J リーグではないと思ってるので、こうサポーターの方だったり、まあ、選手一人一人のさっき達也が言ったみたいに行動だったり言動だったりで、こう一つでもこうわらをにすがる思いをしながらでもやっぱり上に一つでも上に行ってこう昇格っていうのを勝ち取っていきたいなと思ってます。ありがとうございます。六田さん残っていただいて本当嬉しかったです。熱いコメントありがとうございました。ありがとうございます。はい、すいません、長谷川さん何度もお願いします。もちろんお願いします。はいはい、そうですね、まあ、自分はその横浜 FC っていうチームのビジョンだったりとか、その J1 に復帰したいっていう思いにすごい賛同して、まあ、自分自身も新たなチャレンジでここに来たので、まあ、まずその J1 に復帰させることが自分の使命だと思ってます。まあ、ロクさんも言いましたけど、もう本当に結果がどうなるかわからないこの世界の中で、その自分たちが日々本当に一生懸命頑張って一人一人がその自分の成長にフォーカスして、少しでもその去年よりも成長したりとか、その少しずつの成長がもう必ず J1 復帰っていうものにつながってると思うので、ただ J1 復帰するんじゃなくて、この1年でみんながとてつもないぐらい成長してれば勝手に J1 復帰っていうものが手に入っていると思うので、そういった成長ってところに各々が目を向けるっていうのがすごい大事かなと思ってます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。皆さん以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ続いてドラさんいきますか。はい、ドラと申します。六田選手と岩竹選手に質問なんですが、キングカズがいなくなってみて、どんなこのこうだったなとか、ちょっと今の心境といいますか、お願いします。そうですね、まあ、まだそのまだ分からない部分、カズさんが支えてくれた部分が、まあ、今のところキャンプでこう新しい監督になってこうみんなきつい練習をやってる中でまだ浮き彫りにはなってないので、そこまで言及することはできないのが現状だと思います。けどやはりそういったまあ、僕らからすればカズさんはこう横浜 FC から出ていくっていうふうには思っていなかったので、まあ、そういった決断をこうクラブが決断してそういうふうになったっていうのは、こう僕ら自身も一人一人こう考えてやっぱりやっていく必要があると思いますし、こうやっぱりいるのが正解なのか出ていったのが正解なのかっていうのはやっぱりカズさんにしかわからないことだとは思うので、まあそれを僕らは
こう正解にしてあげないといけないし、まあ、そういうふうにカズさんに頼り切ってた部分もあるところもあるので、まあ、そういったところはこうベテランの選手だったり、まあ、年齢に限らず横浜 FC に関わる選手とかみんなでこうカバーしていけたらいいんじゃないかなと思います。そうですね、まあ、自分は練習後にやっぱり筋トレだったりストレッチとかを、まあ、カズさんと一緒にやらせていただいてて、まあ、そのやっぱりカズさんの言動だったり行動を一つ一つとってもやっぱりもうプロフェッショナルだなっていうか、もう学ぶものしかなかったので、そういった意味ではまあ自分自身はまだいてほしかったですけど、まあ、そのカズさんが残してくれたものをそのやっぱチームみんなで一人一人がそこの意識を持ってやっていくことが、まあ、ロークさんも言ったんですけど大事かなというふうに思います。ありがとうございます。達也は静学の先輩に当たるよね、カズさん。面識あるのかな？そうですね、自分高校2年生の時に横浜 FC の練習に来たことがあって、うん、その時にカズさんにすごい、なんて言うんだろう、よくしてもらったっていうか、自分がなんか、うん、まあ、誰と生活すればいいかっていうか、なんか食堂の行き方とかも、なんかクラブハウスでの立ち振る舞いとかも何も分かんない中で、カズさんが手取り足取りを教えてくれたのがすごい印象的 で、うん、で試合とかであってもよく挨拶して、まあ、そういった時にもすごいいつも頑張れよって言ってくれるので、まあ、そういった中でもうなんか偉大すぎる先輩というか、うん、もうなんか本当にサッカー選手が憧れるサッカー選手がまさにカズさんだなっていう印象を持ってて、うん、あと一つは高校2年生の時に練習来た時にカズさんがパスタにオリーブオイルと塩をかけて食べてるのがすごい印象的で、なんかパスタってオリーブオイルと塩で食べるものなのっていうのをすごいなんか衝撃を受けたっていうか、なんかミートソースと か、 なんかナポリタンとかカルボナーラみたいな印象だったので、なんか食うものかっこいいなみたいな思ったのがすごい印象的です。ありがとうございます、はい、うん、じゃあ続いては安幸さん、いけますかね。あ、今日はありがとうございます。お三方に、質問なんですけど、合宿に入って、まあ、新しい皆さん、仲間ができて、新しい皆さんのプレー、良さとかそういったものもいろいろ感じてると思うんですけれど、練習の中で、あ、この選手のこういうところすごいいいなとか、お仲間のなんかすごくいいなと思う印象のなんかエピソードをちょっと話していただければと思います。お願いします。俺は誰から行く？じゃあ俺から行きます。はいはい、そうですね、一番びっくりしたのはクレーベの体の強さっていうか、クレーベの体の強さと技術が高いっていうところに一番びっくりしていて、まあ、正直タケとか、まあ、ロクさんとかもそうですけど対戦したことがあって、まあ、大体なんか印象とかが分かって、横浜FCの選手って結構まあ知らない選手があんまりいなかったので割とみんな印象は持ってたんですけど、クレーベに関してはなんかあんまり分かんなかったところがあったんですけど、まあでもいい選手だっていうのは知ってたんで、実際に一緒にやってみたらなんか想像の斜め上を行ってたっていうか、ヘディングの強さもそうですし足元のうまさとかもそうなんですけど、まあ、正直その、まあ、自分はダミアレアンドロ・ダミアンとかと結構一緒にプレーしてる中で感じるぐらいのなんか、あ、すげえなこいつみたいなのはクレーベにすごい感じました。ありがとうございます。次ロク行く？そうですね、まあ、僕は、まあ、岩竹で言ったら今年の岩竹はキャンプ前からなんか俺はやりますっていきなり言ってきたんで、
今年の岩竹はちょっと違うな。やめてくださいよ、マジで。何の時ですか。いや、そういうの言うタイプじゃないんで、なんかもうキャンプとかもう、あーみたいなタイプなんで。そうだ、今年こいつやる気あるなみたいなのがまず岩竹で、あとはキャンプ、まあ宮崎入ってなんですけど、こう結構みんな疲れてくると、こう食事会場もこうみんな一列になって顔がこう合わないような形で食事するんで、こう結構静かになりがちなんですけど、もうそれでご飯食べたら、達也がもう来る人来る人に、おはようとか、おはようって話しかけてたんで、めちゃくちゃ達也の挨拶運動いいねって達也に直接言ったのを覚えてます。ありがとうございます。はい、そんぐらいですかね。ありがとうございます。はい。そうですね。俺はやっぱり、まあ練習中やっぱマッチアップもするんで、やっぱ達也くんがやっぱ一番。やっぱ J リーグでもやっぱトップでやってたんで、やっぱそういう選手とやっぱ練習でもできることがやっぱり練習になりますし、それこそやっぱり右サイドバックの時だとやっぱ左のサイドハーフでずっとやってて、もういい選手すぎてどうしようと思うぐらいの選手だったんで、本当にそういった選手とやっぱり練習でもやれるっていうのはまあ嬉しいですし、まあ味方になった時はやっぱりいつもあのボール出す時に目あって、やっぱりそのコンタクトも取れてますし、そういった意味ではやっぱり本当頼りになる選手だなっていうのと、あとやっぱロックさんが後ろからしっかりサウナ部の部長として、サウナ部の部長として声出してるわけじゃない。サウナ部じゃやっぱ否定してたけど、サウナの声かけて何逆に。今日もサウナ行くぞっていう風にやっぱり言ってくれるんで、はい、そこは楽しいですね本当。はい。ありがとうございます。皆さん期待してますんで、頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。あと今2名手を挙げていただいているので、その2名でちょっと時間もあるので、終わりにしたいと思います。まず iPhone さんでいいのかな？ありがとうございます。はい、六段さんと岩竹さんに質問したいです。で、六谷さんなんですけれども、はい、20年近く在籍した滝田コーチがから交代して、新しくアダウトさんが就任されました。で、アダウトさんとは清水で一緒だったんですかね。そうですね、はい、一緒にやったこともあります。はい、で、滝田さんとの違いといいますか、滝田さんの、まあ、20年間、横浜 FC を支えてくれてたっていうこともあって、滝田さんの人柄とか、またアダウトさんの人柄、あとその2人の練習内容の違いってどういうところにあるのかな、ちょっと興味あるんですけど。うん、そうですね、まあゴールキーパーコーチ、まあ滝さんがとかアダウトがっていうわけじゃないんですけど、まあもちろん人それぞれこう特徴があって、まあ、なかなかゴールキーパーの特徴っていうと分かりづらい部分もあるんですけど、まあ、滝さんでいうと、まあ、皆さんの方が僕よりも滝さんのこと知ってるんじゃないかっていうぐらいなことだと思うんですけど、20年いたっていうのは、もう滝さんはもうドンって感じですよね。もうドン、ドシって感じですかね。もう一言で言うと、もう人間的にもそういう感じですし、練習とかも結構そういうドンって構えるような練習が多くて、こう腰を据えてやるみたいなイメージ、まあ、人柄も練習もそういう感じでした。で、アダウトは、ブラジル人なので、こう日本に来て長いっていうこともあって、そう日本人のことも理解しつつ、そういうブラジル人にの練習にありがちないろんなこう動き、全身を使うようなトレーニングっていうのが多いので、昨日ですかね、一昨日ですかねの、ウッチーさんとかたちがまとめてくれた YouTube にも載ってたと思うんですけど、こう前転したりとか、こうそういうこういろんなこう体の場所を使うようなトレーニングが多いのがアダウトの練習の特徴かなと思います。ありがとうございます。はい、
岩竹選手に質問です。昨シーズン終盤に3バックの右に起用されてから非常にフィットしてそのままずっと起用が続いてきたと思ってます。あの起用っていうのは突然だったんですかね。その前から結構練習してて準備してそれで3バックの右をやったのか、すごくその後もうずっと起用されるような素晴らしい活躍だったのでっていうところと、そのセンターバック浦和時代も含めてセンターバックの練習とかって結構してたのかなっていうのちょっと興味あるんですけど。そうですね、3バックであそこで出たのは、まあ、突然でしたね。そんなになんかもう練習で、まあ、次の試合行くから次々行くからみたいなのはなく、まあそうですね、浦和時代もまあ3の後ろはやってたりもしたんですけど、まあ公式戦に出ることもなくって感じで、まああとはまあ明治の頃もたまにセンターバックだったり、まあ3の右っていうのはやってたんで、まあやってないことはないんですけど、まあそこまでそうですね、なんかじゃあ公式戦めちゃくちゃここでずっとやってきましたっていうイメージはなかったんですけど、まあでもやっぱりいろんな先輩だったり、いいその教えてくださった先輩方がいたんで、そういった面ではやっぱりいろんな人たちを見てきたんで、まあそういったのでやっぱり、まあスムーズに入れたっていうか、まあ自分がそこの3バックの一角として、まあ、そのまあどういった選手になろうかだったりっていうのをまあ整理して入れたから、まあ良かったのかなっていうふうに思いますね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では最後、中村さんお願いします。ワンちゃんかわいい。こんばんは、皆さんお疲れ様です。まず、最初に長谷川選手からお伺いしたいんですけれども、ウェア着てらっしゃるワンちゃんのマーク、なんていう名前かご存知でいらっしゃいますか？はい、ちょっとわかんないです。わかんないか。じゃあ他のラクタン選手や岩竹選手、ウッチーさんに名前を言っていただけると、あとこの子福パンディアニちゃんなので、福パンディアニちゃん長生きしてって言ってくださると嬉しいです。すいません、え、奥さんお願いします。え、今名前言った、名前今言ったっすよね。頭からクディアニちゃんっていう、はい、結構言えない、うん、YouTube 見てて、はい、FC の YouTube 系見てて、はい、結構犬のマークとか言ってるこうサポーターさんとか、うん、女の子たちが結構いらっしゃるので、皆さん知らないんだなと思いながら、いつも三つ玉で思ってるんですね、 YouTube 見ながら。知らないことはないですよ、岩竹が間違わずに言うんで、しっかり。で、はい、お願いいたします。お願いします。ちょっとわかんないですね。僕うる覚えですけどありますよ、頭の中に。あ、はい、え、このあれっすよね、マスコットの名前っすよね。え、バンディアニーニ違う？違うか？え、違うんだ。あ、違うわ。答え何なんですか？クラウディオ・パンディアニちゃんです。本領2にちょっと近いじゃないですか。最初の全然近くない。パンディアニちゃんといえばこの子なので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。もう覚えました。名前はちょっと怪しいんですけど、ワンちゃんは覚えました。福ちゃんです。よろしくお願いします。はい、かわいい。福ちゃんやった。質問は大丈夫ですかね。ありがとうございます。私もないので。質問それです。はい、ありがとうございます。そろそろちょっとお時間が来てしまったので、3選手には、退出していただこうかなと思うんですけど、最後に言い残したことありますか？これだけは言いたいみたいなのありますか？ ありますね、そのまま。大丈夫です。
その顔はあるね。はい、みんな大丈夫？はい。はい、大丈夫ですね。そうですね。はい。はい、じゃあ、3選手、参加いただいてありがとうございました。ありがとうございます。はい、皆さん、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、キャンプ頑張ってください。頑張ります。はい、宇宙さんも体調崩さないように頑張ってください。本当に。ありがとうございます。じゃあ、退出してもらって大丈夫なんで。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。みんな抜けましたね。はい。皆さん、すいません。お時間が来てしまって、ありがとうございました。ご参加いただいて。今入ってきた人に。またこういった機会を作れるように、企画していくので、またご参加いただければと思います。本日はご参加いただいてありがとうございました。チームも順調にここまで来ているので、ぜひね、開幕から、楽しみにしていただいて、引き続き横浜FCの応援をよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。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 では、失礼します。